ドイツ流剣術。ドイツ流剣術とは、14世紀から17世紀にかけて神聖ローマ帝国の至るところで教えられた、武術書の中で承実されているような両手剣、ラングシュワーットの戦闘技術こと。武術書の著者のほとんどは、14世紀の剣術家、ヨハンニス・リヒテナウアーの伝統を受け継いでいるか、もしくはそう主張している。 リヒテナワーの体系についての現存する最古の教えはニュルンベルク志向 3227A に収められている。それは簡略さと速さ、能率性が強調された真剣勝負にふさわしい殺人術である。ドイツ流の歴史は、 1350年から1600年までの、おおよそ250年、剣術家の世代にして八内市10世代にまたがっている、リヒテナワーの生没年をどこに置くかによって変わる。最古の資料である、ニュルンベルク史坑 3227A、1389年において、リヒテナワーの同僚とみなされた多くの剣術家の名が、すでに挙げられている。ハンコデ・ブリンガー、アンドレス・ユト、 ヨースト・フォン・デア・ニセン、ニクラウス・プロイスなどである。おそらく、15世紀初頭には、マルティン・フンツフェルトやオット・ユードがどうしていたと思われるが、15世紀半ばになるまでの資料は欠けている。15世紀半ばは、ベータ・ー・フォン・ダンツヒ、ジーク・ムント・リングエック、パウルス・カールラ、リヒテナウアーの友の絶頂と没落の時代であった。カールと同時代のハンス・スタールホファーは、 おそらく聖マルコ兄弟団の設立に関わったとされる。この兄弟団は1478年から1570年までの約1世紀にわたって武術教練をほぼ独占的に行っていた。15世紀末にはヨハンネス・レキュヒナー、ハンス・フォン・シュパヤー、ペーター・ファルクナー、ハンス・ポルツラが活動した。16世紀に入るとこの流派は次第にスポーツ化し、 血統裁判や、戦場のための武術という性格を薄めていった。16世紀初頭に活動したのは、ハンスブルム、イエルクビルハルムらである。16世紀半ばには、有名なパウルス・ヘクトル・マイヤーによって、過去の教えを保存し、再構築するという試みが初めて行われた。1570年プラハにおいて、羽の剣士団が設立されたのは、ドイツ流の晩期にあたる、この時代である。 16世紀末から17世紀初頭にかけての時期が、ドイツ流の伝統の最後の段階で、ヨアヒム・マイヤーやヤーコプズー・トーアが活動した。17世紀になると、サルバトール・ファブリスらの教本によって、イタリア流のレイピア剣術が流行し、ドイツ流の伝統は、バロック貴族たちの間で時代遅れでや暮ったい、ものとして嫌われ、ついえたのである。基本は、4つの基本構え。 レジェ、フテン、五つの、達人の攻撃、メイスターハウ、三つの時間概念からなる。ドイツ流剣術が、その繁栄期の大半において、極めて市民的なものであったという事実にもかかわらず、広大の写本でもしばしば繰り返されているリヒテナワーの特徴的な導入詞は、14世紀の古典的な、騎士道を反映している。作法の中心には、臨床性、バランス、 良き判断が強調されている。先、ボーアと、あとノックは攻撃的姿勢と防御的姿勢を意味している。先は相手の行動を読み、戦闘を支配している状態で、あとは相手の行動に応じている状態である。リヒテナウアーの体系下では、戦士は戦闘を支配すること、つまり先であるように常に努めなければならない。強し、スタルクと、銃、スワックは、 用いられる力の総量に関わる語。どちらが良いということではないが、相手の行動への反撃には、対となる反応をする必要がある。やあらは、語を制し、強しはやあらを制する。あいだ、あんだは、幾分不可思議な語である。相手の歯と、自分の歯の接触の瞬間に関わるものようで、熟練した剣士は、漢字、フランで、相手の次の行動を読み、その、 リヒテナウアーは基本の4つの構えで十分であると強調しており他の剣術家によって教えられた構えのすべてはこの4つから派生したと考えられている。後代の剣術家たちは様々な構えについての豊かな語彙を生み出した以下の2つは移行スタンスで正確には構えとは呼ばれないリヒテナウアーと その他のドイツの剣術家は、剣による攻撃について、基本三種、字として三種の傷を負わすもの、ドライベンダーと呼ばれるを説明している。主公 3227A においては、五つの攻撃、秘密の攻撃、広大の武術書では、達人の攻撃と呼ばれる。リヒテナウアーの体系では、奇襲のために引得されるように意図されているようである。 その流派の後継者たちによって一般的に知られるようになった。すべて遠い間合い、ズフクトンから三角の足さばきで行われる。リヒテナワーの体系におけるその他の術後、多くは戦闘中に双方の歯が接触した時の適切な位置取りや行動に関するものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。